ピンポンパンポン。こんにちは、我が輩です。では今回は天目杯を実況していきたいと思います。というわけで我が輩はさあマリオカートやっていきたいと思います。さあ何にもない縛り実況。我が輩はレースすることになったのだ。久しぶりに人間界に降りてマリカをすることになったのだ。というわけで今回ミラーカップからのスタートなのだ。さあどのコースにしようか。我が輩の家にしようではないが、このコースが一番いいであろう。おうおう、みんなハテナにしておるな。なんということだ。おう、なんとマリオだと。なのにかけマリオだと、どういうことだこれは。マリオがいるだと。おう、なんということだ。弟までいるだと。おう、この憎き兄弟には絶対に負けてはいられない。ぬぬぬぬ、我が輩の血が騒ぐであろう。これではどこになるのか楽しみだな。どこになる。うわ、お化け沼からのスタートなのだ。これはやばいのだ。最初から短いコースなのだ。はっ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 は。さあやっていくのだ。みんなガチガチではないようだよな。なんだと、ピーチのベビーカーがいるだと。おお、これは驚いて言葉も出ないな。ニュー、さあスタートしたのだ。おお、若いの手下のノコノコがで3匹も出てきたのだ。これで仕留めてやるわ。おお、さあ我が輩が早くも1になるのだ。我が輩の高麗誰も止められしない。また我が輩の手下が出たのだ。ゴリラが前にいるのだ。ゴリラを我が輩の手で止めるしか方法はないのだ。おお、これはきついのだ。しかしなんとかつっていただきたのだ。さあこのまま2位で終わってしまうのか。時蔵という我が輩の手下が欲しいものじゃろう。ああ、もう3周目なのか。早いの、このコースは。早すぎるではないか、このコースは。さあ、ジャンプするのだ。おお、どうした?ドッキーよ、どうした?おお、これはきつい。このままではゴールができないのだ。後ろから誰も来ていないのだ。安全すぎる、2位である。今更サンダー来ても何も意味がないのだ。我が輩にとっては無敵なのだ。さあ2位からスタートなのじゃ。順調すぎるぞ。我が輩の人間界でのマリオカート初のレースは2位からスタートである。さあ我が輩に早く1位を取らせてくれたまえ。世界征服を目の前に来たようじゃな。シャーベットランドじゃ。このでっかいペンギンも過去には我が輩の手下だったのだぞ。今では我が輩の敵になってしまった。さあこいつらを同士であげようか。順調なスタートである。おお、アイテムが取れないだと。これはきついのだ。お、手下が攻撃してくれなかった。おお、攻撃を避けれたのだ。手下は何をしておる。何をしている。我が輩の手下よ、なぜ我が輩に攻撃するのじゃ。おお、アイテムが取れないだと。これは止まるのだ。マリオがそばにおると。どういうことだこれは。宿命のレースということなのか。まさかデイジーにウィリックスされるとはな。そうはなかったぞ。マリオカートというのはこんなに楽しいものであったか。巨大キノコ、我が輩の好きなアイテムである。さあこれどうしようか。おっと、またゴリラがもう一匹いるような気がするのだ。さあこれで、あ、いつになって我が輩はアイテムを使うのでしょう。さあいつでしょうか。皆さんに問題だ。うわあ、これはバナナで滑ってしまったのだ。我が輩のスケーマのはバナナではなくナスの煮付けである。ここで使うとしよう。うわあ、キラーが怖いのだ。しかし私、我が輩には関係ないのだ。ここで光る我が輩です。これは快感じゃ。みんなをどんどん抜かしてやるのだ。この緊急キノコではなくゴールデンキノコで抜かしてやるのだ。うわあ、まっすぐ走れないのだ。おっと、ここでサンダーであるか。いいタイミングだぞ。
アイテムを再び取ろうとしよう。おお、いいアイテムじゃ。我が輩の手下にはちょうどいいアイテムじゃな。おお、なんていうことだ。どういうことじゃ。なぜああだったのだ。我が輩の過去の手下が我が輩を裏切ったということなのか。きついぞこれは。この憎きペンギンよ。最後のアイテムを取るではないか。おお、スターではないか。これで我が輩は1位に躍り出たいというとこだな。おっと、ベビーカメのかわいいの。なんだと、トリプルキノコだと。きついぞこれでは。後ろから我が輩の手下が来てるではないか。キラーも我が輩の手下よ。良い場で上がれたぞ。これはどういうことだ。まだ上行けるぞよ。おっと、また我が輩の手下が我が輩を裏切るだと。きついぞきついぞ。おっと、ここでサンダー来たぞ。だが我が輩には関係ない。またもやこんな中途半端な順位である。だが上位であることに変わりはない。さあ順位を見てみよう。我が輩は現在は3位であるな。このババアでは1位にはなれるのだ。次こそ前に出てきたいと考えているのだ。そうすれば世界征服も夢ではない。おう、なんということだ。ルイージ、あの緑の彼女と言われたデイジーのサーキットではないか。ここも征服してくれようぞ。さあ、最初のアイテムは何が出るのじゃ。赤コーラ。我が輩は赤コーラが大好きなのじゃ。おお、なんてことだ。ニッカキマリオが前に出るじゃないか。マリオにだけは絶対に負けられないのだ。さあ、次のアイテムは何じゃ。おう、また我が輩の指定したノコノコであるな。おーし、これでドッキーセーフ。なんだと、ドッキーがもう一匹いるだと。マリオよ、我が輩はお前には負けないのだ。おう、なんていうクモが出てくるのだ。我が輩にクモなど必要である。その1位のドッキーにつけてくれようぞ。つけれないだと、これはひどい結末である。なんというか、4位まで下がってしまったではないか。おう、これは怖いぞ。赤コーラ、我が輩の手下が我が輩に攻撃するなど言語道断。さあ、緊急キノコではない。なぜ我が輩はこの緊急の緊急キノコと言ってしまうのだ。そうだ、マリオストーリーだ。あのゲームが悪いのだ。さあ、赤コーラ、我が輩に攻撃しないでおくれよ。おっと、ここでサンダー来たが、サーが位置的にはまあ我が輩にとってはいいであろう。これはなんだ、またお前か。お前は我が輩で不必要なアイテムである。これでは勝てるではないか。ひどいぞこれは。我が輩に対する何の仕打ちであるか。さあ、これで止まろうぞ。おうと、危ない。これは我が輩のノコノコの防御というやつだな。おう、マリオが近くにいるではないか。これは負けられないぞ。マリオよ、マリオよ、我が輩に勝たせてくれ。マリオ、マリオ、マリオ。おお、危ない。おお、危ない。おお、おお、最後は緊張しまくりの連続であったな。なんとか4位まで登り詰めれたぞ。だがこのままでは、このままでは、このままではいかぬのだ。相変わらずの3位である。クッパは、我が輩クッパサバは前に出なければならないのだ。ふわぁ、結局我が輩のコースは当たらなかったぞ。どういうことであるか。なんということだ。それは我が輩に対する恨みということであったか。おお、なんということだ。いきなり1位に立ってたぞ。どういうことだ。我が輩には理解できぬ。どうだ、バナナはお好きであろう。だが我が輩はバナナ好きではない。ナスの煮付けが好きなのじゃ。我が輩はこう見えて和食が好きなのである。ジャンプするのである。眺めがいいぞ。このまま1位で立ちたいとこじゃが、後ろからなぜかデイジーというやらが来ておるの。そうはいかせぬぞ。おっと、当たらないだと。これはきつい。さあ、無事にショートカットできたのだ。おお、デイジーが照れたぞ。これは美味しい展開じゃの。
なんということ。このまま1位で追われるのかもしれないというところですな。太鼓に乗った。さあ、眺めばいいぞ。なんだあのマウンテンは。あの山はなぜ我が家に対して怒りを向けているのだ。なんであんなに怒ったような顔をしておるのだ。みんながものをどんどん大砲に乗っていくぞ。眺めがいいぞ。ずっと1位でいたいものじゃろう。これはいいぞ。眺めがいいぞ。おう、なんということだ。我が家に対する恨みで言うのか。危ない危ない。なんとか3位にとどまれたのじゃ。なぜだ、なぜだ。お、なぜ我が輩がまた1位になってるのだ。おかしいぞ、これはおかしいぞ。なぜだ、なぜだ。これは我が輩に対する引導というやつなのか。わからぬ、我が輩にはわからぬ。なぜ、おお、こういうことだったのか。これはひどいぞ。みんなで我が輩に対して何を仕掛けるというのだ。我が輩が今度仕返しをしてやるのじゃ。さあ、行くぞ。これを食らうがよ。倍返しだ。おう、いいアイテムが出たろう。これはいいぞ。さあ、どこで使おうか。さあ、デート、どのように仕返ししてやろうかな。楽しみじゃな。さあ、使おう。さあ、行くぜ。ダッシュだ、ダッシュだ。おお、3位まで上がれたぞ。我が輩はこれで満足じゃ。今回はずっと上位でいられたじゃの。おっと、今さら3打来ても何の意味もないのじゃ。おお、38ポイントか。まあ良いだろう。こんな感じで結果になりましたのぜ。どうも我が輩です。3番手になりました。世界制覇に向けて我が輩はこれからも頑張っていくのじゃ。今日は人間界に来られて楽しかったである。